皆さんこんばんは、常念司の経済ニュース最前線。はい、今週も始まりましたけれども、先週は、ね、ゴールデンウィークスペシャルということで ね、たくさんの方にご覧いただきまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゴールデンウィークでね、はい、世間は18連休、はい、あ、それ野党か間違えた。世間、あの一部の世間ね、はい、世間知らずの野党が、はい、まあ、18連休してですね、はい、出てきたと思ったらまた盛りかけですか。はい、もうどうしようもないですね、あいつら。本当ですね。はい、でなんか今、愛媛県知事の、ね、中村さんって人がギャーギャー騒いでますけれども、はい、うん、まあ、中村さんはね、実はね、あれですね、あの山田博さんと結構経歴が似てる人でした。そうなんですか。もともと日本新党から出て、で新進党行って、その後落選したんですよね。自民党の関谷勝嗣さんに負けて落選して、でその新進党が瓦解した後、あの日本新党ブームに乗って、あの国会行った人っていうのはどうなったかという2つに分かれて、はい、そのままずっと浪人して頑張ってる人と、あと、まあ、首長になったケースと分かれてて、で山田博さんなんかもあの杉並区長とかやりますよね。中田博さんとかもね、あの神奈川県知事やったり、あ、横浜市長がごめんなさいやったりとか、でその系統で、はい、あのこの中村さんって人は実はあの松山市長ね、やってたんですよね。でその時に応援したのは、なんと加藤さんなんですよ。そうなの。加藤さんに応援してもらっていながら、なんだ今回のこの変な騒ぎの火のつけ方は、アホかって感じですけどね。でその後ね、なんかね、橋本さんと、なんかその全国市長連合みたいなやった時には民主党支持を表明したりとか、その後ずっと民主党寄りにガーって舵切っていく感じですね。はい、だまあちょっとその辺にこう微妙なラインにいながら、今はちょっと民主党寄りみたいな人なので、まあ火のないところに煙を立てようと一生懸命なんだろうしょうけどまあ今日ね、これ今朝のトラウマのニュースで見ましたけど、はい、あの手の陳情っていっぱいいるわけですよ。そうですね。例えばその、まあ、桜林会長がですね、まあ行くとしますよ、防衛産業代表として。そうするとその後ろの方にもう、例えばもうそのあの 各社のなんかよくわかんないやつが10人20人くっついていくわけです、ね、入りきらない部屋にね、はい、廊下にね、そうそう、廊下に待ってて、でそれで暇だからメモを取ってるわけですよ、はいはいはい、でそのメモが、首相案件って書いてあったとか言ってるんですけどバカかと、はい、だからなんだよって話ですよ、それはだって特区は首相案件だし、何が問題なの。そうですよね、頭おかしいですよね、ちゃんと手続きにのっとってやってるし、何が問題なのと、ね、で昨日ね、それよりもね、大事な発言はね、八田達夫先生からありましたね。獣医師会が圧力かけてきて、ね、規制緩和の案件なんだから、はい、条件にあったもの全部強化すればいいのに、獣医師会の圧力によって1校しかダメってことになったんです、はい、もうはっきり申されましたよね。すごい、もうはっきり おっしゃいましたよね、ごめんなさい、はっきり今敬語の使い方間違えましたはっきりおっしゃいましたよね、八田先生が、ということは、はい、この獣医師会の圧力ってあるわけですよ、厳然と。やっぱそうなんですね。ですよね、そうするとその獣医師会から金もらって、はい、国会で獣医師会に有利になるような質問をしてたやつ、ね、具体的には玉木さんとか、ね、玉木さん、まあ、他にもいろんなリスト上がってますけどね、民進党の大阪さんとか、あとは石破茂ですよ。あ、この辺全部あれですよ、ね、受託収賄どうなの。中村吉郎さんそれで牢屋入りましたけど、玉木さんこれね、国民が完全に納得いくまで申し開きしてもらわないと困りますよね。ご親族もね、なんか獣医さん、そうなんですよ、ご親族の方からね、1000万円借りてるでしょ、政治団体が。でも政治団体の借金っていうのは、そのまま相続しないで放棄すると返さなくていいんですよ、実は。ある時払いでってもらってるだけなんで、実際にはもらった金と変わらないんで、それが1000万でしょ、で獣医師会からも、獣医師会の政治連盟かなから100万円もらってるんでしょ。でそれで国会で有事になる質問したんじゃないのと、玉木雄一郎が1100万円で買えるってことかと、ね、と思われても仕方ない、ね、仕方ないですよね、もう視聴者の会ではね、この間1000万円出して RDD 調査やりましたから、もう今度視聴者の会でじゃあ玉木さん買いに行こうかなそのお金で、我々からの圧力を感じてもらって、放送法の自由化、それもまた ね放送自由化やってくれ、はい、玉木さん、はい、みたいなね、1100万ぐらいあったら出すぞ視聴者の会でこの野郎みたいな感じでなんでこの野郎なんだろうとまあそんな感じですよね、はいはい、とね、はい、あの連休ボケの野党が、はい、わけわかんないことをやってる間に、なんとエリンギシンガポールへ行くねみたいな話で、いよいよシンガポール入場ですね。ね、反問店じゃないんです ねなんかこれはちょっと意表をつかれた、ね、最近反問店のことパオパオなんとかとか言ってなんかよくわかんないんですけど、そうなんですか、パオパオムンジョムンチャラでしたっけ、なんかよくわかんないんですけど、よくわかんないんでいいです、はい、反問店で、はい、でその反問店じゃなくて、反問店でやったらだってね、絶対ムンジェイン出てくるんじゃないですか、ね、ブンズアイトラが、ブンズアイトラ出てきたら嫌なんで、もうエリンギシンガポール来いよと、はい、その古いロシア製の飛行機乗って来いよと、ね、来れんのか、空路で行きますか、空路でね、はい、そうなんかエリンギ空飛べるらしいんですよ
石突き離れたら死ぬと思ったんですけど、なんか養分を補給する方法があるらしくて、ね、驚きましたね、飛んでくるらしいです、はい、まあ、あの昨日の虎ノ門ニュースかな、はい、武田恒康先生がね、はい、いや古いロシア製の飛行機だから、うん、事故があってもおかしくないなみたいなことをしきりに言ってたんですけど ね、お父さんは飛行機嫌だって言ってね、やっぱりあれだけ飛んでないでしょうから、うん、あれいつ整備していつこうね飛んでたんだろうとかってちょっと思いますよね。あの、調べてもらったんですけど、はい、虎ノ門ニュースのスタッフの人に調べてもらったのかな、はい、あのエリンギはですね飛行機を実はね買ってねロシアから、うん、でそれでね国内の視察の時にあんな狭い国内なんですけど、飛行機で飛び回ってるらしいんです。 ですね、でそれでなんかね、うん、あの警備が大変だっていうので、実はちょっと問題になってたらしいんですけど、なんと今度シンガポールまで行っちゃうらしいですよ。すごい、行けるのかって感じですよね、はい、でシンガポールでどんな話するかっていうとね、はい、もう大体分かってます、はい、あの完全かつ検証可能で不可逆的な核廃棄について話し合いをするんです、はい、で日本のマスコミはバカなので、はい、これがねセットフレーズだってこと分かってないんですよ、はい、この、まあ、チャンネルクララでおなじみのある方に私は聞きました、桜林さんの番組でおなじみのなんでそんな急にもったいぶってるんですか。あえて名前は言いませんけど、はいはい、あの聞いたんですけど、これはねセットなんです、はい、完全かつ検証可能で不可逆的な核廃棄というのはセットなんで、あの完全だけど、ね、検証可能じゃなくて不可逆的じゃないというのは受け入れられないです、はいはい、どれもかけちゃいけないんですね。そうだからもう現時点で、はい、もうあのアメリカはねあの北朝鮮の ICBM だけ廃棄すれば、はい、あとは認めるんじゃないかって議論してる人いるんですけど、はいはい、現時点であの議論言ってるのは素人、うん、何にも分かってないです、はいはい、あのそれはありえないです。あのリビア方式以外はないんですよ、うん、でリビア方式っていうのはねさらに言うとね、はい、まあ、テロの賠償まで含まれてるんですよね。うーん、そうするとね例えばリビアなんかの場合は、はい、パンダム航空機の撃墜事件起こしてますけど、あれの賠償金とかも取ってるんですよ。はい、でこれどうすんのと、でさらに言うとその今回イランのね、はい、核合意からアメリカ脱退でしょ、ね、つまりあそこまでやっても認めねえってことなんですよ、はい、でああいうもう曖昧な解決はないので、エリンギとしてはもう完全シンガポール陥落ですよ。シンガポール、ね、入場とともに陥落みたいな、ね、そうです、全滅か降伏か、はい、イエスかノーかっていう、そういうだからもうトランプ山下将軍が、はい、ドナルド山下トランプなんですよ。イエスはノー、ね、イエスはノーなんですよ。でもダメだったら出てくると、そうもうダメだったらイエスはノーだって、はい、もうダメなら退席したもうその30秒ぐらいにもう北朝鮮本土にミサイルが着弾してて、はい、エリンギも帰れないとそのままグアンタナも連れていかれちゃうみたいなノリだと思うんですよね、はい、戦犯になってしまうというね、ということかなと思うんで、はい、これは結構な交渉かなというふうに思います。すごいですよね、はい、ただまだね、あのまとまったとは限ってないんですよ、はい、一応あの北朝鮮は体制保障を求めてるだけなので、はいはい、体制保障以外はもう全部飲んじゃうかもしれないですね。うん、となるとこれねポツダム宣言ですね。あ、はい、国体の維持以外はもう全部飲む、はいはい、まあ、まさにアメリカ的な交渉ですよね、はい、このディールをトランプさんはやりたかったんじゃないかなと。でこれで戦争せずに北朝鮮問題解決っていうことであれば、はい、まあ、ノーベル平和賞取れるかな、どうかな、まあ、ただそのノーベル平和賞ノミネートされるまでエリンギが生きてるかどうか分かんないですけどね、国内で反乱もあるかもしれないし、で実際にはねあの核廃棄をするのはアメリカ軍ですから、はい、でアメリカ軍が入ってきて本当はねちょっとアメリカ軍以外のも入る可能性があるんですけど、ここでは言うのやめておきます、はい、詳しくは八重洲ビリグローで書いたんで、はい、まあ、アメリカ軍が基本的にはやるんです、うん、で軍が来て遠心分離機とかも全部取っ払って、うん、もう船の全部持ってっちゃったりとか、もうそれ以外の部品とかも全部あの設備も破壊するんですよ、はい、でそうなるともうある意味武装解除に近い感じですよね。で核廃棄をした後にもし核弾と思ってたらもうその瞬間にミサイル飛んできますから、これ許されないでしょ、はい、ということで、まあ、エリンギとしてはですねかなりピンチに追い込まれてきたなと、でそんな中ね、まあ日中韓首脳会談が開かれまして、はいはい、あれ日本蚊帳の外だったんですよねという、ね、説がねおかしいですね、ずっと横行しましたけれども、はい、で、はい、その後ねあの、まあ、チャイナとは対立してきましたけど、まあ、仲良くやりましょうよみたいな話になって、エリンギとしてはねあの習近平に釘刺したつもりだったんですよね、うん、この日中韓首脳会談の前にね、ところが李克強が仲良くしましょうみたいな感じで、はい、ね、言ってきてるんであれみたいな、うん、またここもちょっとかあの蚊帳の外、うん、誰が蚊帳の外なのか分かんなくなってきましたね、うん、はい、難しいですね、ぐちゃぐちゃになってきたなという気がしますね、はい、まあこれからですねあのおそらく、具体的な核廃棄のプロセスが進み、完全かつ検証可能で不可逆的な核廃棄が行われたら初めてそこで日本からの経済援助と、うん、
ということで、もう完全に日米が連携して動いているということなんですよね、うんはい、でそんなね日本からの経済援助と言ってるそばからね、ちょっとすみません、話題一個先にこっち行きます、はい、こういうね読売新聞の飛ばし記事が出てきたんですよ。財政収斂基準を導入する、いや、わかんないです、うん、財政収斂基準っていうのはね、はい、あの簡単に言うとね EU 各国がやって、はい、今でもあるんですけど、失敗した、もう過去形でいいです、失敗した、システムです。それを導入するんですか、はい、毎年の財政赤字を、はい、GDP の何パーセント以内に収めるっていう基準なんですけど、これね緊縮ルールなんですよ簡単に言うと、でこれをね一応読売の飛ばし記事では 3% にって書いてあったんですけど、はい、現状ね日本の財政赤字ってのは、ね、大体ね 3.5% ぐらいあって、実はもうこの新聞記事で出た財政収斂基準よりも結構ちょっと財政赤字がいっちゃってるのね。でも今は財政赤字といっても、はい、実際にはその、まあ国のバランスシートを見る限りですね、日本が財政破綻するような状況にはないんです。なぜなら、国と地方の借金全部合わせて1200兆でしょ、はい、でも国の資産が1100兆もあって、でこれが毎年50兆ずつ増えてるのよ実は。そう考えると資産と負債のバランスね、で見るとこのストックの方で見ると、もう実はもう破綻する件はほとんどないんです、うん、で毎年のフローで財政赤字が増える理由っていうのは、はい、これは別にねあの社会保障費が増えてるんじゃなくて、うん、でまあ社会保障費増えてるんですけど、増えてるその理由は財務省が大盤振る舞いしてるからなんですよ、はい、そう既得権者にね対してね、あの、まあ、しっかりしたメスを入れずに、ね、なかなかその改革をしないと。例えばその待機児童の問題で保育園に予算つける、予算つけるやってますけど、あんな予算つけんじゃなくてね、もう保育園なんもう設置自由化すればいいんですよ。なあね、それ規制が厳しいからできないですもんね。そうでこんだけ補助金出てんだから保育園儲かんじゃねえかと思ってね、ガチで補助金の話聞いてみたら全然儲かんないの、あんなやっても。で、ね、理由は簡単でね、あの都心の、ビルの空中階ね、あるでしょ、はい、3階とか4階とか、でそういうところの有給資産を活用して、あの保育園やろうと思ったら、なんと補助金出ないんですよ。あ、ダメみたいですよね。二方向避難とか言って、うん、1階でやんなきゃいけないんですよ、しかも園児1人当たりの面積が東京でも北海道でも同じなの、だ100平米ぐらいのところ借りて5人しか預かれないとか、そんな感じなの。縛りがきつすぎますよね。そんなもんペイできるかよ普通に考えてみたいな。エレベーターでしたっけ、なんかいろいろあるんですよ。そう、いろいろあるの。そうなんですよ。だそういうのもね、だからある程度自由化して、でね、あのこれじゃあ無理やりその、あの自由化されてない現状でね、無理やりじゃあそんな補助金なんかもらわないでやるんだいってやってもどうなるかっていうと、補助金もらってる人と競争になっちゃうの。なるほど、勝てるわけないでしょ、向こうはミルク補給受けてんだから。だそれちょっとおかしいんですよ、だからまあ保育園の評価サイトかなんかをしっかり充実させて、まあ、複数の評価サイトあってもいいと思うんですけど、情報開示もして、で各自が自分のリスクで選んでもらうと。でその供給者側ですよね、はい、そのまあ、医療福祉法人とかなのかな、医療福祉法人なのかな、学校法人なのかな、あ学校法人だと幼稚園ですよね、福祉法人なのかな、はい、保育園はね、そうですね、で保育園のそういうまあ法人に金出すんじゃなくて、もうそのユーザー側に金出して選んでもらうっていうのは体制に変えれば、ね、そういうのもすごく削減できるし、でその医療費が増える理由ってのは簡単で、ベッドの量が多いと、あの患者が増えるんですよ簡単に言うと、はい、日本で一番ね病人が多いの高知県なの。あ、そうなんですか。そうでもね、高知県が別になんかその、あのあれですよ、毒ガスがいっぱいあるとか、お酒飲みすぎて、いやまあまあそういうのもあるかもしれないですけど高知県がなんで病人多いかっていうと、はい、高知県は人口対比のベッド数が日本で一番多いんです。あ、それ知らなかったですね。で神奈川県が一番ね病人少ないんですけど、人口対比のベッド数が神奈川県一番少ないんですよ。で隣の東京都とか千葉に比べても神奈川少ないの。いや本当にそう、データって結構そういうものなんですね。そうだから医療経済学のね、はい、成果を使って医療費の削減できるんですよ。でね、なおかつ笑っちゃうことは、ベッドが多いと病人じゃない人も病人認定して病院のベッドに寝かさないと金儲かんないから、それで病人増えてるだけなのね、はっきり言って。なんだ、うちで寝てる人は病人じゃないんだ。そうですね、そうです。だから家で寝てできること全部自分でやってる人って病人じゃないんですよ。でスウェーデンってそれやっただけなのね。病院に入れとくともう何でもかんでもあれでしょ、あのやんなきゃいけないでしょ。それをあの入んなくてもここだけ手伝えばあとは全部できるって人が結構いっぱいいるわけ。でそれじゃあここだけ手伝えばっていうあのお家を作りますからと、はい、そちらにどうぞっつってやったんですよ。そしたらもうほとんど寝たきりにならないで、ね、で別に普通に暮らせるわけですよ。1個だけ介護してもらえばあとは大丈夫とか、はいはいね、ここだけやってもらえばあとは大丈夫。でそのここだけっていうところをやる人も、はい、あの医者とか看護師じゃないとできないって規制があるのをちょっと緩和して、今まで看護師がやってた業務なんだけど、はい、これはヘルパーでもできるよねっていうのをこう移したんですよ、はい、そしたら医療費すげえ減って、寝たきり老人いなくなって、で QOL 上がって、ね、でみんなピンコレやってるわけですよ。で日本でも実はこれやったとこあるんです。
財政破綻したね夕張市がこれやったの。そうなんですね。そう、そしたらもうね次 QOL 上がったんですよ。三大疾病の罹患率減って平均寿命伸びてね、はい、でいわゆるピンコロになっちゃったの。ああいいですね。そうでこういうのもねケーススタディいっぱいあるし、あと IT で介護とかできんのね、ここにこうバンドつけたりとかして血圧測ったりとかなんなりとか、そういうのバンバンやればいいのに、そういうのやらないで今の制度のまま金が足んねえ金が足んねえ言ってんですよ。なんか既得権益とかあるですかね。その通りです。はい、でそれでもうしまいにはこんなこと言ってんでしょ。とんでもないなと。でこれもし今読売新聞のフェイクニュースだったらいいんですけど、はい、今んとこ後追いはないんですが、ちょっとこれは気になるニュースだなと思います。はい、そしてすみません、はい、時間なくなってきたんですが、はい、最後ねこれちょっと由々しき事態なんですよ。はい、由々しき事態、俺の絵が由々しき事態。うわーこれは由々しき事態ですね。わかりますこれ何か。すみません、この機体は、これは戦闘機ですか。はい、ここに六防星が、六防星がありますよね。これはイスラエル軍、はい、イスラエル軍がといえば爆撃を、はい、F-16、 あ F-16 戦闘爆撃機です、ね、通りでねなんか音が違うなと思って、あ音違ってました。聞こえてきましたから、はい、これがあのイランのですね、まあ、イランの部隊がなぜシリアにいるかっていうのがそもそも大問題なんですけど。そうですよ、はい、イラン軍のですねこの、まあ、あのいわゆる陣地をですね、攻撃して全部攻撃したらしいですね。大変ですよね、なんか中東、はい、すごいですね、あれ模様です、実はね、なんかあのロケット攻撃したんですよイスラエルを、イラン軍がね、はい、でアイアンドームで数発撃ち落としたっていうことなんですけど、これね報道でね、はい、アイアンドームで数発撃ち落としたっていうのを見て、はい、え全部撃ち落とせなかったのって思った人は、はい、素人、ミサイル防衛の素人です。まあ、もう何回もこの番組で僕は説明してますけど、アイアンドームのシステムっていうのは、はい、バーンで撃った瞬間にどこに落ちるかまずね判定するんです。でその判定した瞬間に、人口密集地とか、はい、それから軍事拠点に落ちないものね、うん、もう畑の真ん中とか海に落ちるのがいいのは、もう砂漠とかね、はい、そういうのはもうねフォローしないの、外すの攻撃対象から、はいはい、でその人口密集地とかに落ちるやつは一発で迎撃するんです。で軍事拠点狙ってきたやつは2発で迎撃して、で一発当たってもう一発は、まあ、あの自爆するというそういう設定になってるんですよね。はい、ということで、まあ、おそらくダメージなかったんです。すごいイスラエルにはすごいミサイル防衛ですよね、はい、うん、でそれに対してもう当然10倍返しの法則ですから、イスラエル10倍返しの法則なんで、イランのですね軍事拠点全て攻撃したと。すごいいうことですね。どんどんこれエスカレートしてどうなっちゃうのかなって感じですね。ただねあの、はい、イスラエルのねこの F-16 はね、はい、一回そのイラン軍の対空ミサイルで撃墜されてるので、あそうですよね、あれ結構ショックだったらしいですねイスラエルとしてはね。そうですよ ね、 ね、ソ連製のミサイル、はい、あソ連製というかロシア製の対空ミサイルですかね、わかんないですけど、まあチャイナ製かもしれないですけど、はい、ですかね、はい、でまあパイロットはあの、たまたまあの、脱出してであのイスラエル領内に落ちたんで、はいはい、まあ、あの命は別状なかったそうなんですけれども、もしシリア領内に落ちたら大変ですもんね。そうですよね、はいはい、ということでなんとこう中東でまた戦争が始まってしまうかもしれないという。そうですね、まあ、トランプさんもねその核合意から離脱したのはいいんですけども、 そのねこっちの火の粉はどう収めるのかっていうね、はい、いや本当ですよね。でこのねイランでのこのあイランというか、まあ、シリアでの緊張の高まり、はい、全然日本のマスコミは報じてないんですよ。そうなんですよね、やばいですよ。全くね国会が、ね、はい、始まったなっていうのは知ってますけど、ですよね、シリアのニュースあんまりないですもんね。イランとガチでイスラエルがことを構えるんだったら、アメリカは中東情勢に介入すると明言してます、はいはい、もうイスラエルではそういう報道が出ております、でそういう大事なニュースが日本のニュースサイトではすげえ検索しないとないんですよ。確かに。でヘッドラインニュースでも全然やってないでしょ。やってないですね。ですよね、何やってんだと。まあでもアメリカのニュースもそんなもんなんですけどね。もうニュース全体がもうちょっとあんま意味なくなってきて、はっきり言ってねトランプさんのツイッター読んでた方がよっぽどいいんじゃないかな。確かに ね、だから昨日 の日中韓首脳会談についても、はい、私外務省の発表普通に読みましたもん。新聞記事読んでも意味わかんないんで、はい、変な解説論評ついてるでしょ。朝日新聞なんて嘘書いてありますからね。そうですか、読む意味ないですよはっきり言って。だあいつらはあの単純に安倍さんの外交政策を認めたくないから、はい、ずっと今まで蚊帳の外蚊帳の外言ってきたんですよ、でちなみに蚊帳の外の前なんて言ってたか知ってます？蚊帳の外の前、前はね蚊帳の外の前、前は台米追従って言ってきたんですよ。あ台米追従って言ってきて、よくよく聞いてました聞いてました。でも日米同盟で成果出そうになったら、はい、日本は蚊帳の外だとか言い始めて、でももうこれどう考えても蚊帳の外じゃないとなったら今度どうなるかっていうとね、あ拉致被害者が帰ってきたとか言って昨日はほら中継やってたりするじゃないですか。アメリカはね拉致被害者帰ってきたと、はい、もうコロ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 、えお前全然近くまで行ったじゃんついこの間までみたいな、
意味が分かんないですよね。やっぱり安倍さんを叩ければいいっていうことなんですね、もうかもしれませんね。だから変なコメンテーターだし適当なこと言わせてるんですけど、見る意味ねえなと、本当見る意味ねえなというふうに思いますね。まあ、最近ね CNN も報道がだいぶ歪んでるので、アメリカのマスコミもねもうちょっとかなり、2,3 歩下がってみてちょうどいいかなと。マスコミ全般的にそんな感じですね。難しいですよこのニュースの見方がますますね。そうですね。だからまあご本人から発信されるね、SNS とか、もしくはもう直接そのまあネタ元になってるそのね、まあ官庁とか、それからまあ団体会社とかから発表される情報、もしくはもう専門家が自分でブログで発信してるので、そういうの読んだ方がいいかもしれないですよ。ね、まあ、でも一般の人がもうなんか新聞作ったらいいんじゃないですかこの番組。あ、まあ新聞で、まあ自分らのこの、あの、まあ、この放送がテレビの代わりみたいになってるし、はいはい、あとはね、あのメルマガとか、ね、そうね、そう SNS とかが、まあ、新聞の代わりになってるところもあってね、はいはいはい、だからこの間 の、 あの、まあ財務省のね、あのセクハラ問題、起こってですね、財務省せっかく追い詰められそうだったのに、あいつらが全然そういう金を盛り上げないんで、まあ、このざまですよ、はいはい、まあ、こんな感じですかね、しょうもないなということ で、 はい、もうますますテレビも新聞 も見るねえなということで、はい、ぜひ皆さんチャンネルクララをご覧いただければと思います。ということで経済ニュース最前線、また来週。